現在の気温30度を下回っていますが、子どもの身長では体感温度が36度となっています。サントリーの検証実験では、子どもの身長の高さで計測した気温が大人に比べて7度高いことが明らかになりました。地面からの照り返しを受けやすい子どもは熱中症のリスクが高いとされています。イベントでは地面に近いほど厳しい暑さを感じることを赤色で表現した自動販売機を設置するなどして注意喚起を行っています。7度も高いと思うとやっぱり正直びっくりして、危険な暑さという状況に子どもはいると思っていただきたいので、大人がちゃんと様子を見て早め早めに対策をしてあげる。イベントは今日から4日間開催される予定です。